元サッカーの日本女子代表でタレントの丸山リナ、40が12日都内で行われたニースマイル膝の健康推進プロジェクト発表会に出席した写真、ウェディングドレス姿の丸山リナと本並健二イベントではオースピシアス株式会社、日本シグマックス株式会社、帝人株式会社の3社が膝の健康啓発活動のための競争プロジェクト ニースマイルプロジェクトの開始を発表。登壇した丸山が膝の健康についてトークを行った。現役時代に膝の全十字じ帯を怪我した丸山だが、引退後の今が最も膝の調子が悪いという。子供を抱っこするじゃないですか。だから膝の状態がすごく悪い。現役時代から10キロ増えたので、と明かした。しかし、理想は動けるお母さんだ。 娘が20歳になった時にめちゃくちゃサッカーの上手いお母さんでいたい。それくらい動けるような人間でいたい、と目標を語った。先月1歳を迎えたマナ娘については、骨太です。骨が太いし全部大きいです。大トカゲっているじゃないですか。うちの子供は大トカゲくらいでかい、と独特の表現。夫の本並健二、59、2でとにかく胸板が厚いそうで、 取り上げた先生が、胸痛。って言ってた、と出産時のエピソードも明かし笑いを誘っていた。